皆さんこんにちは、まっちゃんです。今日のテーマは変形性股関節症はどのくらいの期間で治るのかという非常に難しい話になります。ちょっとその前にですね、私たちが行っているオンラインサロンについて説明させてください。ちょっとこれからですね、ある組織のホームページを読んでみますね。ここでは変形性股関節症について話をしています。説明をしています。変形性股関節症とは、で、病気の内容として、変形性股関節症は先天性後天性の疾病や外傷、病気や怪我ってことですね、によって関節の構造に破綻をきたした状態を言います。非炎症性で進行性の病気です。その過程において関節軟骨に変性、破綻が起こり、さらにそれを修復する反応が同時に起きている状態を言いますって書いてあるんです。この組織は病院ではなくて、ある大きな患者さんの会なんです。患者さんの会です。この患者さんの会はやっぱりこの病気が進行性であると考えてるんですね。進行性であると。そしてその原因は関節に起こる変性であるというふうに言ってるわけです。変性、ちょっと難しいかもしれないですけどね、これは私の中ではもう今までの考え方、これ同じことを30年前にも言ってましたから、まあ私の中では30年前の考え方になります。というのはもうここに今言ったようにね、変形性股関節症は進行性ですとね、そして非炎症性で、変性を起こす病気だということなんですよ。非炎症性ということは炎症を起こす病気ではありません。変性を起こす病気ですって言ってるわけ。変性か炎症、変性というのはね、もうこれは止められない、原因わからないんだけども、なんかどんどん悪化していくようなイメージ。炎症は炎症であれば、この炎症の山ね、炎症によって治っていくというイメージ。炎症は治るもの、変性は治らないものっていうふうに考える。で、一般的にはやっぱり変性って考えられてるから手術しかないよと、の進行性だよと言われてきた。そして進行性を、進行をちょっとでも遅らせるために筋トレしましょうと言われてきたんだよ。だけどもしね、炎症だったらどうなるかっていうと、炎症に筋トレやるとどんどん悪化していくわけです。で、炎症は治るわけです。ということでね、考え方がもうまるっきり違ってくるんですね。で、これはね、あるペインクリニックの雑誌の中の文献です。これちょっと読んでみると、もう1行目にですね、こう書いてるんですよ。変形性股関節症をはじめとする関節炎はって書いてある。変形性関節症をはじめとする、関節炎は、これ炎症のことなんですね。だからこう研究なんかではもうこうやって当然のように炎症だということが書かれてあるんだけど、実際の臨床場面って病院の診察場面ではやっぱり変性と考えられて進行性であるというふうに説明されている。で、この論文のさらにその先ではですね、関節炎では炎症が起こって、軟骨とか骨が変形をするんだよと。で、その炎症は徐々に関節包から、靭帯や筋肉へと広がっていくんだよと、だんだん外側に広がっていくんだよということが書かれているということなんですね。これは私たちの考え方と一緒です。こういう考え方なんですね、私たちの考え方は。で、この炎症は治るもんだということなんですね。炎症というのはもともとは体を治そうとして起こる自然治癒なんです、治癒力なんですよね。ですから、やっぱり患者さんの会でも進行性って考えている会もあるんです。そういうのが多いと思うんだけども、私たちの会は
いや、そうじゃなくて、炎症は治るもんだから、治る病気なんだよということを考えてて、まあ、こういう本も書いたわけです、私もね。で、これがね、私たちのオンラインサロンのQR コードですので、ぜひ読み取って、私たちの患者会、新しい患者会の内容を読んでいただければと思うんです。このオンラインサロンというのは、皆さんテレビでもこう一人一人がね、カメラで出てきて喋ってるような、ああいうこういう会じゃありません。いわゆるズーム会議とかオンライン会議のようなイメージでとは全然違います。いわゆるですね、 Facebook とか Instagram とか Twitter をやったことある方なら、だいたいそのイメージだと思ってください。で、いろんな人がですね、現状とか自己紹介とかするわけです。現状報告とかね、で、私はこういうふうにしてるんだよというようなこう情報をどんどんアップしてくれるわけ。それ私たちもいろんな解剖学とか考え方とか限定の動画とかをこう上げたりするわけですね。そこでいろんなこうコミュニケーションを取っていくというか、質問があれば答えていくというような形の患者会なんです。新しい患者会です。ぜひ皆さん、私たちのオンラインサロンに参加してください。よろしくお願いします。ご検討よろしくお願いします。どうもね、前振りが長くなりましたか。はい、ぜひご検討よろしくお願いします。ということで、今日のテーマは変形性股関節症の治る期間。これはですね、皆さんの変形性股関節症の歴史によってかなり違ってくるということなんですよね。治る期間、まあ、痛みが取れる期間って言ってもいいのかな、はい、で、まだ初めての痛みから5年未満の方、もしくはそれ以上の方によってちょっと違う。皆さんは初めての痛みから何年経ってるだろうか、もしくはもうピークを過ぎてるだろうっていうことをね、考えながらちょっと聞いていただきたいと思うんですよね、はい。まずはですね、5年未満の方、まあこれは私はタイプ1というふうに言ってますけどね。で、この方々はね、大人になって初めて痛みが出た方々なんですね、のその治り方は、まずはこういうことが起こるということなんです。これもう今までも何回も言ってると思いますけども、まずこう炎症の山っていうのが、でこれが赤いラインですね。これが炎症とか股関節の治り方で、黒いラインが変形の治り方。変形はこの炎症のピークからピークで骨を治ってもう一定になるということなんですよね。これがだいたい5年ぐらいかかるんだよと、ここまでが5年ぐらいかかるんだと。だからこの5年間はちょっときついかもしれないね、そういう意味では。だけどもその先にこう良くなっていく期間があるんだよ。骨は治って痛みは良くなっていく期間があるんだと。この前半だけを見るとね、進行性に見えるわけね。だけどもその先があるんだということでね、これは治す反応なんだ。これは治す反応なんですよね。で、そういうね、これ病歴によっていつこれが、この反応がいつ起こるかっていうことなんですよ。で、まだ5年未満の方々はまさに今こういうのが起こってるかもしれない。ところがですね、もう結構長い経過の人はもうこの反応が過去に起こってる可能性が高いんですよね。炎症ももう終わっている、骨も治ってる、だけど痛い。これはですね、もう筋肉だけなんだけども、やっぱりそこで筋トレとか頑張ってしまって痛みを出している。これ僕は筋肉の暴走って呼んでるけども、そういう可能性が高くなるわけで、もしそうであれば、本当に経過が長くて筋肉の暴走だけであれば、心圧でこうほぐすと急激に良くなるわけですよ。だけども先ほどのまだ炎症がこう上り坂にあるような時に鎮圧してもそんなに効果は出ない。だけども
その頃には関節を固めないように していかなきゃいけないんで、私たちはそういう目的で、初期の頃は関節を固くしないという目的で鎮圧をしています。でもう経過が長くなって骨が治ってピークを過ぎている人にはもう痛みを取ることに特化した鎮圧をしている。まあ基本的にやってることは一緒なんだけども、関節を固くしないためなのか、でタイプ2では痛みをどんどん取っていくというようなね、ことをやってるわけです。すいません。ということでね、まとめなんですが、変形性股関節症の治る期間ということでね、炎症の山が結構ね個人差があって、こうさっきの山がね結構高すぎる人もいるわけですよ。そして炎症の期間っていうこの山の裾の長さっていうかな、こういうのが長い人も長すぎる人もいるんです。そういう場合は手術したくなると思うんですよ。で手術したいと思ったら手術もありだと思うんでいいと思うんですよね、はい、でだけどもそのような方々は私は全体の 30% ぐらいだと考えてる、まあ、病院に行くともう 100% 手術っていうことなんだけども、そうではなくて私は 30% ぐらいかなというふうに考えています。で、まあ、この本の116ページからそういう治った方々の経過とかいろんな症状とか書いてますので、参考にしていただければと思うんですね。ということで、まあこれを私たちの考え方をここにね、治る期間ということで、書かせていただきました。ぜひ先ほどのね、私たちの新しい患者会オンラインサロンへの、まあ、参加とかもしていただいて、また勉強していただければ余計な不安が取れるんじゃないかと考えております。ということで今日は変形性股関節症の治る期間についてお話しさせていただきました。ということでまたどっかでお会いしましょう。さようなら。股関節痛は怖くない。それでは皆さん、またお会いしましょう。